成29年6月24日、今年度の阿蘇郡市中体連卓球競技が阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で行われ、阿蘇中学校男子卓球部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡西原村立西原中学校、南小国町立南小国中学校の4チームが出場し、リーグ戦方式で熱戦を繰り広げました。第1試合の阿蘇中学校対一宮中学校戦では、青と黄色のユニフォーム阿蘇中学校が危なげなく勝利し、その後も勝ち点を重ね優勝しました。同じく24日には、阿蘇郡市中体連卓球競技が阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で行われ、阿蘇中学校女子卓球部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、浪野中学校、阿蘇郡西原村立西原中学校の4チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。第2試合の阿蘇中学校対一宮中学校戦では、ピンクのユニフォーム阿蘇中学校が着々と得点を重ね勝利し、その後の試合も勝ち越し優勝しました。